距離感をね保ってやっているわけです。今日はですね、うん、こんな土曜はどんは嫌だということで、はい、全員ビートたけしさんの真似をしましたけども、はい、あまりにも下手くそすぎて、おたくらが、ちょっとこれは居残り練習ですね。やりましょうか。じゃあまず小野さん、はい、やってください。ちゃんとたけしさんリスペクトをね、その気持ちを持ってたけしさんの真似してください。ラジオネームド M のダーツ氏、こんな土曜はどんは嫌、パーソナリティとスタッフの位置が変わり、スタッフのみの土曜はどんになる。やだねー。意外とスタッフの方が喋りが面白かったりして、メールの枚数が増えて、結局そんなに人気が変わらなかったりして、くぅー。結構っていかないですよね。むずいなー。じゃあ続いて、吉崎さん。俺まだいい方よ。俺まだいい方。ピコピコハンマーを貸してあげて。ラジオネーム。ハイトマスパヒロ、こんな土曜ドア嫌だ。みんなハイウエストジーパン履いて、やだね。足が短くても足長くなるからね、いいかもしれないね。でも嫌だね。くねよ。何言ってるか分かんないよ。いマジで吉崎さん、あの地球で一番下手かもしれない。地球上で一番高いだよ。だいぶ増やしてるんですけどね。すごいね。違う人だもんね。じゃあちょっと正解を。あ、お手本行きますか。じゃあ正解を見たい。ラジオネーム、ガクリズム。こんな土曜はどんは嫌だ。2週間に1回、ドンメンバーの吉崎さんに代わってポニーか馬が出演する。やだね。馬かポニーが来たら大きすぎても、でもそのうちそっちの方が良くなって、吉崎来ちゃうと逆には今日馬じゃねえのかよバカ野郎だろ。こういう感じで、素晴らしい。こういう感じで、このコーナーまたやるかもしれませんので、はい、引き続きこんな土曜はどんは嫌だメールお送りください。よろしくお願いします。はい、今年度もね、土曜はどん、ぜひお聞きください。よろしくお願いします。はい、お願いします。毎週土曜日夜7時30分から土曜はどん、よろしくお願いします。さようなら。バカ野郎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 。